あの子たちが来たみたいね。飛んで火にいる夏の虫むな。静か御前、覚悟しておくことね。ちみもよ、暴れもよ、この街に姫が来る。うん、これはこの世に最悪をもたらす神喰いと戦う少女たちの物語である。九州を後にし、ここ長門の国を訪れた静か御前と義経。しびれる、フグの毒に当たるなんて、これも神喰いの影響だよ。いや、無免許でフグを調理した茨城のせいだ。大丈夫、フグの毒は埋めればすぐ抜けるんだって。無論迷信なので、良い子は真似をしてはいけない。ここは清志堂が総延長8キロ以上に及ぶ。やっぱり観光地をアジトにしたのは無理があったむな。さあ、なんとしても静か御前が持つ将軍家の秘宝を奪いに行きますわよ。あ、力ずくでごまかした。この3人、静か御前をつけ狙うご一行様なる謎の組織の構成員である。まずはセクシー系美女ウズメ。お供の妖怪キジムナー。むな。そして天才科学者ベロニカ・ワシレベ…ベ…ワ…って何でいきなり僕の名前を噛んじゃうの。もういや、噛んでも仕方ないですわ。うん、ウズメもそういうこと言うわけ。ベロニカ・ワシリエブナ・ボイニーツカヤなんてどこにでもある名前だよ。ほら、行ってみて、キジムナ。わかったムナ、ベロニカ・ワジ…高見切って小銭と経験値ばらまいて死んじゃいましたわ。ムナ、はい、もう一回、もう一回。ベロニカワシ、ムナ、ベブリ、ベロニカワシ、レーブナブリ。ムナ、もうなんでこれくらい言えないの。いい、ベロニカワシ、レーブナボイニチュ。いやー、僕まで釣られて噛んじゃった。え、恥ずかしい。あざといですわね、男のくせに。だって僕みたいに可愛い子が女の子のわけないもん。あらあら、いいんですの、本物の女の色子の前で。あ、急に足が滑った。いやー、もう上から下までびしょびしょだよ。ちょ、なんで私よりも作画に気合が入っていますの。やっぱ次女より可愛い男の子の方がみんな喜ぶから。誰が次女じゃ、こんがきゃ。まあまあ、こういう時はご飯を食べて落ち着くむな。いただきます。通りすがりの居酒屋で買った長門名物フグ弁むな。え、うん、フグの肝は新鮮なうちに。これはこの世に最悪をもたらす神喰いと戦う少女たちの物語だった。次回、記憶伝理、それはありふれたラブストーリー。